皆さんこんにちは、Bレジェンドの染田です。今日はね、Bレジェンドの勝ったらついてくるスプーン新しくなるっていう形でね、こう、いろいろ SNS とかで投稿させていただいてるんですけれども、本日はそちらのね、新しい黒スプーンの製造している工場の方にやってまいりました。こちらですね。早速ね、こう中に入ってどういった形でね、製造されているのか見ていきたいと思います。それでは皆さん行ってきましょう。早速中に入らせていただきたいと思います。でこちらですね、こちらね、履いてきた靴をね、こちらに入れさせていただいて、でこちらのね、スリッパに履き替えて、でこちらの靴の方をしっかりね、使用中の方に押して、早速中の方に進んでいきたいと思います。皆さん行きましょう。手順方法ですけども、はい、まず手洗いします。石鹸をつけていただいて、そうしましたら、ローラー掛けをします。40秒間ローラー掛けをしていただきます。ここも40秒間もしないといけないんですか？はい、40秒間の、ここは食品工場なんで、はい、40秒間していただいて、はい、次のエアシャワーのところに入ります。やっぱり異物とかそういう髪の毛とかの侵入を防ぐためにっていう。そうですね、こちらでしっかりと40秒間ですね、毛髪体毛を取るようなイメージで、はい、取っています。どうしてもちょっと長いって思われるんですけども、はい、食品なんで炭化物、異物というの混入を防ぐためにローラー掛けを40秒しております、はい、アラームが鳴ったら止めていただいて、はい、今2番のところにかかってたので3番にかけます。じゃこれが3番に行ったらまた、そうですね、3番に行ったら次の方が使っていただいた新しくこれを取っていただくっていうか、で1番の方にかけていただくというイメージになっております。しっかりしてますね、はい。じゃあ僕もちょっと早速やっていきます。はい、洗って、しっかり洗って、よいしょ。しっかり40秒ってすごく長く感じます ね、 ですね。あ、でもこれぐらいしないとやっぱりダメだってことですよ ね、 そうですね。でもしてもやっぱり毛髪っていうのはどこから入るかわからないので、はい、しっかりやります、はい、あ、はい、なりましたね。でこれが2番だったんで3番ですね。3番のところに入っていただいて、はい、やります、はい。次の工程ですけども、はい、エアシャワーに入るんですけども、はい、再度もう一度髪の毛が出てないかどうかっていうのを、はい、この鏡で確認していただいて、はい、次エアシャワーっていうのに入ります。エアシャワーは、はい、ローラー掛けで取っていただいたホコリを取ってるんですけども、再度シャワーをかけて炭化物を排除するということになってます、はい。で僕の方から入るんですけども、はい、下で、はい、靴底洗い機がありますので、足場にあるんですか？そうですね、足場で、はい、ここに濡れませんので、ここに乗っていただいて、はい、エアシャワーに入りますので、まず僕の方から入ります。わかりました、続いて入ってください。すごいですね、足まで足のところまでしっかり洗浄するっていうのが、なので手を上げてってことなんですね。なるほど。じゃあちょっと僕もまず鏡でじゃあチェックしたいと思います。
髪の毛出てないですか？出てないですかね。よし、じゃあちょっと行ってみます。エアシャワーが出ていた後に最後にアルコールかけていただいて現場に入っていただくっていう作業になっております、はい、手洗ってエアシャワーして最後にアルコール。そうですか、最後にアルコール。これぐらいやらないといけないですね。じゃあちょっと見に行きたいと思います。マスターバッテリーって言われる。これが混ざって混ざります。あの漆黒の動画できるってことですね。そうですね。ベースと着色が混合してデビューに加わってる。されてるような感じですかね。そうですね、これを100粒に対して5粒、はいはい、でからあの色になります。先ほど見ていただいたあのランナー、あ、ごめんなさいね、あのいらない廃材の部分ってあったと思うんですけど、はい、これをもう一度砕いて再リターンしてるんですけど、こういう粉砕に入れて粉ごたにした状態でもう一度再リターン。そうです、そうです、はい、これはもう、あの、先ほど当たりに皆さん、見てください。新型のスプーンが出来上がってきております。ちょっと奥に進んで見ていっていきましょう。原料の供給なんですけど、このホースから入ってまして、で、この方に冷水に溜まったバッグ、皆さん、もうすぐ皆様の手元に届くスプーンがこちらで今製造されております。ビールジェンドプラスチックスプーン漆黒ですね。もう間もなくですよ皆さん。これでスプーン1杯で 30g を、ね、計量できるようになりますんで、もうちょっとね、お待ちください。熱くはないですね。熱くはない。ああ。で、中にしっかりと計量できるようなメモリもね、ついておりますので、で、ビールジェンド特有のね、しっかり入っております。
今見てきたんですけれどもね、初めてねこうスプーンの製造工場っていうのを見たんですけれども、まあ、すごく正直な感想で言うと面白かったっていう部分が一番あるかなと思います。あとねこう入る際のねこう衛生的なねこだわりとかも細部まで見られて、お客様にね、まあ、届くのがすごい僕は楽しみかなと思っております。お客様のね手に届くのはもう間もなくになるかと思います。楽しみにしていただければと思います。それではね今日の動画が良かったという方はグッドボタン、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それではまた次の動画で会いましょう。さようなら。